はい、こんにちは。ひでのりミュージックスクール校長、ひでのりです。高速グーパー運動は手のひらを自分側に向けた方がやりやすいのですが、動画のように手の甲を自分に向けてやった方がいいですか？こうやるのがいいのか、こうやるのがいいのか、正直どっちでもいいです。どっちでもそれはできた方がいいんですけど、まずはやりやすい方で、できることの方が優先じゃないですか。こうやってうわーってなってこっち向けたら、お、楽やんみたいな、どっちかというとこうできる方を優先してほしいんですよ。それはもう当たり前の話で、ここが問題なんですよ。本当にグーパー運動できてますっていうのが一番怖いです。なんかちゃうことやってね、大丈夫って僕らは思うわけです。さあ、そしたら何をするんでしょうか。メールサポートですね。これなんですよ。もうそんだけでいいんで全然送ってください。これグッパー運動できてますかみたいな、できてるって確定するのもあれなんで、なんとなく他のも送ってくださいっていう話にはなると思うんですけど、さやびきマスターパッケージのリニューアルが販売開始もされております。キャンペーン中。もうそんだけでいいんで全然送ってください。これグッパー運動できてますかみたいな、できてるって確定するのもあれなんで、なんとなく他のも送ってくださいっていう話にはなると思うんですけど、ここがね怖いんですよ。でていうか、そのための双方向なんですよね。双方向を使ってください。これぐらい、これで怖いんですよ。こんなん絶対自分もできてると思ってたら、なんかやりにくい方向があるとかってなって、どっちなんだろう、こっちやってもいいんかな、いやメールサポで送りゃいいやんっていう話になるんで、動画撮って見せたらいいんですよ、我々に。メールサポで、もうそんだけなんで、というかその方がいいんですよ。動画のネタ的に言ってくれてると思うんで、動画のネタ的にこう答えさせてもらうんですけど、ここで答えられないんですよね、正直難しいんですよ。だからね、送ってほしいです。よろしくお願いします。というお話でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。